本日はこちら、ハンノランドスピーダー75209。こちら実は2つ購入してまして、ちょっとだけ贅沢な気分を味わってます。開封します。金曜ロードショー、おめでとう。初見さんにもおすすめです。キャスティングも豪華ですよ。袋は3番まで。説明書一冊。はい、まず付属内容なんですけど、はい、スピーダーが1台と、ハンソロ、キーラ、コレリアンっていう惑星の動物。まあ、こちらが付属内容になりますね。はい、そして一応僕こちらの商品で、ね、2つ買ってるんで、2つ持ってるんですよね。どうでしょう、2つ並べるとこのような感じになりますね。かっこいいですよね。そして、映画ハンソロ冒頭のスピーダーですね。まあ、スターウォーズの中でも結構有名な方のスピーダーですよね。スピーダーでのこう、なんていうんですかね、ドッグファイト、カーチェイスっていうんですか。あんまりね、激しいのなかったんですけど、ハンソロでのこのスピーダーでの、
映画の冒頭のシーンっていうのは結構ね迫力があったので、まあ、スターウォーズの中でもスピーダー同士の戦いとしてはかなり印象的でしたよね。はい、ボンネット開きます。でボンネット開くと、はい、あのブラスター2丁ねここ置いてるっていうのと、はい、あのレンチがありますね。ちなみにここライトセーバーもねすっぽり入るのでライトセーバー置いてもいいかもしれませんね。あとエンジンがねパポってね、ほらこれポッチ見たらわかると思うんですけど取れるんですよね。ほらこれはね遊び心があって若干嬉しいという感じですね。エンジン取るとさらに中がもっと広くなるっていう感じですね。あとはまあ取れたりっていうのはないですね。これすごいですよね。モズアイズリーのスピーダーありましたよね。2019年の年末、2020年、前半の商品。あちらのスピーダーね、結構しょぼくてね、もちろんボンネット開かないし、あとね、ほら、これ昔の商品なんだけど、ほら、しっかりと後ろローラーあるんですよ。昔の商品なのに、後ろローラーがあるからしっかり走るし、スプリングシューターもこれあるっていう感じなのでね。まあ最近のスターウォーズさん、やっぱりなんていうのかな、ちょっとコストダウンしてますよね。まあ販売価格を抑えるために、ちょっとね、結構コストダウンしてる傾向がありますけど、スピード類に関しては、コストダウンする必要は僕ないと思いますね。多少高くてもこれぐらいのスペックのスピーダーがいいと僕は思いますね。ほら、スプリングシューターもあるし、あとどうだろう。あ、後ろね、ほら、ここ。取れるんですよね。これ結構すごいですよね。で、取ってみるとこれ何なのだろう。ちょっと何かわかりませんけど、ほら、綺麗ですよね。そして、なんていうのかな。運転席と助手席。でプリントパーツを2つ使ってるっていう感じで、この商品に関してはシールは一切ないっていう感じですね。で、まあ、レバーもなかなかいい感じで、まあ、余裕でね、2人こう座ることができるって感じですね。キラ、ハン、ソロ、結構かっこいいですよね。アシメトリー風でね、まあ、左右デザイン違うし、まあ、かなりいい感じかなと思いますね。このウィング羽、もうこれもね、結構いいですね。これはもうかっちりくっついてるんで、まあ、稼働はしないし、ポロポロ取れるっていう感じもないですね。はい、キーラですね。こちらの俳優さんなんですけども、かなりすごい俳優さん使いましたよね。ゲームオブフローズン、まあ、世界で社会現象を起こした映画ですよね。その社会現象を起こした俳優さんを、まあ、採用してるっていう感じで、まあ、これすごいですよね。スターウォーズ知らない人でも、はい、やっぱこの映画、女優さんがすごい魅力的でしたよね。はい、後ろの顔がこういう感じですね。まあ、レイに顔そっくりって感じでしょうか。はい、まあ、プリントもある程度細かく足元もね、入ってるし、なかなかいい感じではないんでしょうか。そして、ハンソロ。まあ、確かに、こう、ハンソロっぽくないですよね、服装が。うん、なんか、ちょっと違うなっていう感じがあるのかもしれませんね。はい。ただね、髪の毛ね、新デザイン風なので、まあ、なんだろう、他の商品にこの髪の毛つけてあげるだけでも、まあ、なんていうのかな、かっこよくはなりますよね。はい、コレリアンの動物。はい、正面から見るとね、プリントが入ってるのがしっかりわかりますね。あと、サイド側にもね、目がありますね。もう小さすぎてちょっとわかんないんですけど、はい、このような感じになってますね。で、やっぱりね、このスピーダー買うと、モロックっていう敵のスピーダーありましたよね。あちらもやっぱね、欲しくなっちゃいますよね。まだね、そこまでプレになってないっていう感じなので、全然買っちゃってもいいんですけど、まあどうかな、ちょっとね、検討中っていう感じではありますね。そしてなんでこれ2台持ってるかっていうと、これね、実はね、出品者が多分ね、価格設定間違えたのかな。送料込みで新品未開封でこれ、スピーダーだけ500円で売ってくれたんですよね。まあ多分送料とか分からなくて価格設定間違えたんでしょうね。まあそれで安かったから、まあ買ったっていうのがあって、まあ一応2台持ってますっていう感じですね。